はいどうも、ビップです。やってきました、ビップです。よろしくお願いします、ビップです。はい、ということで本日なんですけども、リアタイ大緊急企画ですね。クックで先発でリアタイやってみたです。いや、これはやばい。いや、なんでやってるかっていうとね、まあ、これ動画間に合ってたらあげますが、今日ね、クック先発が、あ、間違えた。クック先輩、あ、ちょっと間違えた。料理、クックさんが先発みたいなんですよね、巨人戦で。なので、ちょっとこれはね、この話題に乗っかるしかないと、ビップ思いまして、ぜひやってみたいと思います。はい、しかも、巨人純正でやります。いやー、負けるな、多分。多分負ける。巨人右バッター多いので、僕左バッター得意なんで、まあ、おそらく打撃は結構きつい。ということで、しかも先発クック選手。おそらくクック選手、これ今3083あるんですよね。超5のレベル特訓8で3083あるんですが、おそらく先発にすることによってスピリッツが1500ぐらいまで下がるんですよね。なので変化量マイナス1になる、プラスストレートも球威落ちるんで、もうこれはきつい。なのでちょっと基本早めに中継がしてもらっていいですか。僕ね、一応32連勝してるんで、もし将来的に企画で、まあ、連勝更新してみたとか、僕最高連勝55なんで、できたらいいなって思ってる部分あるんで、負けたくはないんですよね。だからもしかしたら継がしてもらいます。はい、そこをちょっと理解した上で、お前ちょっとクック変えるの早すぎやろとか、そういったコメントはちょっと控えてもらいたいですね。はい、しかも僕これ大阪大会の次の日ですから、はい、まあ、関係ないですけどね。はい、ということで早速やっていきたいと思います。あ、緊張する、やばい、めっちゃ緊張する、一番緊張する今までで。いきます。先行がいいね。先行でちょっとプレッシャーかけておいての高校クックでちょっと抑えるみたいな、裏の回でね。じゃあ頑張ります、いきます。はい、秘宝高校からプラス秘宝相手菅野。もう最悪、もう打てへんて。うわ、やば、ちょっとこれマジで先発はやばい。うわっ、ちょっとやば、頼む、よし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 、ちょっと引っ張り警戒しとこう。いやー、ボールやな、ちょっと高速サラダ投げてみよう。コントロールが24はやばい。よしよしよし、ストレートかな、お願いします、取って、よーし、よしよし、ここツーシーム注意ね、ツーシーム注意、入りツーシーム多分狙ってるからね、高いのやばいよ。あ、危ねえ、ちょストレート投げてみよう、中途半端なとこ投げてみよう。よし、ボール球振ってくれた、よし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 、勝ちたい、マジで勝ちたい。これはちょっと外を合わせられるんで、多分ね、うまい方は外を合わせてくるんで。あ、やば、くっそくっそくっそ、三者凡退で抑え方が、噛んだ。え、ダイソー、ティンにダイソー、うわー、ティンダイソー、しかもキャッチャー阿部選手なんでね、しかもスタミナやばい、あかん、これ次の回継ぐわ、多分1回抑えたら十分でしょね。えちょっと次継ぎますね。やば、どうしよう、あ、やば、入らん、ストライク、ストライク入らん、いやー、きっつ、しかもチャンス出たし、フォアボールでもいいわ、よし、もう一度投げよう、うわ、もうやば、ちょっと縦線投げてみよう、これもう、これかけ勝負、よし、よう抑えた、クック。よしよし、もう十分でしょ、皆さん。もういいでしょ。皆さん、もう許して。もうクック体力ないです。クックの体力はゼロよ。さあ、絶対点入れる。絶対勝つ、ここは。もうここは俺、普通のリアタイなんで。まあ、純正やけどね。集中しよう。僕、触発されてるんでね、大阪大会見て。入れ。しゃ、直樹でホームラン取った。よしよしよし。もう俺、触発されてるんで、今、大阪大会で。俺も絶対10月22日優勝するぞと。勇気でいますんでね、はい、コールドでもいいよ、これ遅っ、やば、あー、ボール球やった。僕解説でボール球を振るのはダメですとか言っときながら、今ここでボール球を振る俺、解説失格。さあ行くよ、狙うよ、 この方間合い長いな、作詞ですね、作詞長い、ちょっとよそ見しよう、よし、これね、間合い長い時ね、ピッチャーの、じゃあバッターのヘルメット見たりとか、ちょっと視線そらすことが大事なんですよね、これって。今そらしてます、
で今ぐるむく、 OK、 そうそうこういう感じね。やっぱ持ちが長い方って対戦しにくいと思うんですよ。これあるあるなんですけど、こういう場合ちょっとねバッターのヘルメットとか見てちょっと気紛らわすんですよね。で大体の投球感覚わかるんで、そういう時にちょっとこうパッて見るみたいな、そうそうこういう感じね、そうそうこういう感じって全然伝わってないでしょ。続けてくるか、どうしよう、おーぶねー、振りそうやった今。さあ絞って、これは振ろう、よしよし。今のはねちょっともしかしたらストライクかもしれんっていうちょっと初見のスローカーブやった。はいはい、カジュマ、これはやばい。今日相手タイピンチついてる、しかも熱狂ついてるからな、能力下げられるよね。エキサイティングの菅野選手なんで、去年の。はい、もらったカットボール、よし、これ落ちたでしょ。やべ、ここ点取っとかないとやばい。まあ、クックは変えますけどね。よっしゃ、呼んでた。よっしゃ。ちょ、みっちゃん行きましょうか。今回のね、リアルタイム対戦の大阪大会で、決勝で優勝した方がね、吉川選手を使ってて、無双してたんですよ、決勝で。非表示、もしかしたら強いのかな、ちょっと考えてみます。マジっけ。これ、クックでよかったんじゃね？うわー、もう言ってるそばから打たれたわ。しかもフランっていうね、うわ強いなこの方、うまいわ。やばい、もっと点取ればよかった。まあ取ろうとしても取れなかったんやけどね。よし、俺もちょっとボール長く持ったろ。ここはね勝負ダメなんで、よし食い込め、よっしゃー。じゃあ次の回遠慮なく裏なんでね、ここはゼロで抑えるよ。リップツーシーム狙ってる、初球ツーシーム狙ってるこの方多分。だパワーかね、よっしゃ頼む、取ってきつー。福留選手やったらってとこやけどね、ちょっとついていいですか。いや菅んとこか、ちょ D カーブ投げてみよう。いやこれちょっと待って、キャッチャー変えようかな。阿部選手回ってきたよな確か。よしガチね、もう俺大会でも屈されたマシアンにキャッチャーするみたいな。銀次郎選手走ってくるかな、あ大丈夫、よしここで牽制ね、牽制 OK、 でツーシーム来ると思ってるんですよ、多分牽制で走られたくないやろなっていうね。ただここはスプリット、よしで最後ツーシームね、でしかも中途半端なツーシーム、この辺はい熱い、よしゲツゲツ、いや走ったか、うまいな、うまいうまい、うわこれこれツーシーム多分初球狙ってるんですよね。うわーあーけど能力下がってんな、これは外野フライで抑えれるんちゃうか、ツーシームでも9位に負けると思うんですよね。よし抑えるよ、よしよしよし行くぞ、別名 OK レッツゴー。しゃーサヨナラホームランで決めるよ。熱狂きついなほんまに、これ相手の特殊能力ね、やってもうた、うわーやってもうた、これやばい、大観用これ出ないと、塁出ないと、よっしゃ超えてくれ、長打警戒ね。しゃビアン、いやあるよあるよ、全然あるよ。この回のジャイアンツ打線ですが2球でアウト、やってもた、いやーやばいなこれ、負けるな、ちょっと待って、ここゼロで抑えたい、頼むほんま頼む、頼む、いやー今の間に合ったんちゃう、サードスクイズ、ランエンドヒットあるからね、ほらはい来たー、ナイスボールだ、やばい今の、今のやばくね、俺の判断。もう一丁いこう、ここ点取られた意味ないぞ。次ツーシーム張ってる、絶対次ツーシームくれるなと思ってるから、ツーシームらへんの高さから落とす。よしこれスライダー、もうこれボールになってもいいわ、変えるわ、パワーボールになったら変える、オッケー変える、よし久保選手いいよ、ツーアウトやからね、もうここほんま確実にこうタイピンチ出て、うわきっつ、どうしようかな、ちょっと次のバッター誰、あギータか、きついな、お願いします、よしよしよし、フォークいこう、タイピン出んかったんきついけどな、よし
よしよし、カットボール危ないかな、どうしよう、ストレートちょっとギリギリコントロール決まってくれたら嬉しい。これよっしゃ、マジか、よっしゃ、オッケー、いって、オッケーオッケーオッケー、うわ、エッグ特殊能力、エッグやば、負けるこれ、集中、やばい負けるやばい負ける、やばいやばい、ちょっと頼む、ほんま頼む、危ねえ、オッケー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 、やばい全然見えてない球が、どうしよう、はい、ということでね、32連勝目で負けました。打てなかった、単純に僕がめっちゃ下手でしたということでありがとうございました。 VIP でした。